はい、ピンスケでサックスペやっていきます。ということで、ガチャ解説いきたいと思います。はい、まあ、まず新キャラですね、2人です。これなんて読むの余剰です。新山何気泡わかんない、長方部位みたいなやつの字だよね。いや、ちょっとバカすぎてわかんねえわ。はい、まあ計算がやばいですよっていう余剰です。はい、これは何、金城ゆいけでいいの、なんか読み方特殊なのかな。まあ守備範囲がすごいですよっていうことだと思いますざっくり言うと。はい、六本木です。で2人とも2上限かな、総力補給と、守備補給っていう感じです。はい、でマイブレと、野手だと独身カンパ、この人はド根性と、ストソー牛若アイコンです。はい、ストソーが1個かな、で牛若アイコン取れる、感じです。はい、まあだから守備のなんつーの、な査定無視して、まあ、ストソーとかなんか守備系モリモリにしたいときはいいかもね。アイコン牛若だし、アイコン牛若の、魔術師のストソーのみたいなやつが作りやすいかもね。はい、って感じです。はい、で2人ボクシングとスケートで、うん、まあどっちも、まあ、まあ最終的にボクシングアスレ必要な感じになって、ボクシング卓球オールマイト、レスリング、まあなんちゃらなんちゃらみたいな感じが理想ではあるので必要な感じにはなるんですけど、まあ使った感じで言うと、なんつうのかな、あの最大値が上がるっていうよりは、まあ選択肢増えて、あの結構何幅広がるよねキャラだと思います。まあ強いんですけどね、普通に強いので、まあ、なので必ずしもこいつらいないと困るってことはちょっとないかなっていうのと、うん、まあ戦国ですね、戦国では多分ハマんないキャラなのでまあ型上限とかあったらよかったんですけど、特にないので、そうだね、まあ、二刀流でもないし、もう戦国は本当にもう二刀流かどうかっていうところがもう本当基準なので、うん、討伐ね、日本統一がスムーズにできるかどうかが本当最優先なのでなのでまあ入ってこないかなっていうところ、なのでまあアスレやりたい人は幅広がっていいんじゃないかなっていうと、まあ暁も終わっちゃうんで、うん、そんな感じですよね。年末こんな早く多分復刻しないかな、お正月にもしかしたらまた来るかもしれないですけど、うん、なので、まあ、無理して引くキャラじゃないかなっていうのと、まあ、手持ち揃ってる人はまあ借りればいけるっていうレベルの、はい、キャラになってるかなと思います。はい、だね、まあ、ワールドいっぱい来てるけど、ワールドとか、うん、もろもろ暁関係来てますけど、まあ、引いてもいいんだけど、うん、まあ、俺そんな多分ね、あの手持ちが持ってなくて、うん、解放がそんなできなそうなのもあるし、まあまあ暁っていつも引いてないイメージなんだよね。俺一ノ瀬とかも引いたっけかな、うん、って感じなので割と多分大丈夫だと思います。はい、でまあ新高校とか、まあ、年末に向けてのキリルとか、誰だろう、まあ多分新キャラ、まあ、クリスマスは雅で多分確定だと思うので、まあ、至高のショートの2人目が来て、まあやっとあれですね、はい、まあ、思考でもそんな積む必要もないかもしれないんですけど、必ずしもっていうところとか、うん、まあ、お正月にかけていろいろキャラが来るので、まあ、ちょっとそっちに向けてやる感じでいいのかなっていう感じです。はい、まあ、ミッキーとか来てないので、うん、まあ、その代わりのなんかキャラなのかなっていう、はい、感じの、まあ、性能全然違うけどね、全然違うけど、まあ、そっち方面の、キャラだって思えばいいのかなっていうふうに、はい、思います。はい、
以上です。まあ、出そうだけどね、まあ、SR ぐらい確保しといてもいいかなっていう気持ちはちょっとなくもないんですけど、はい、とりあえずお知らせまでは我慢しとこうかなっていうふうに、はい、思っております。ということで、うん、あのアプリの方 もうエジプト来るっぽいので、あの木曜からしかも急にだから急に新興国来るみたいなところ、まあ、12月頭とかでわりかしサクスペは来てたと思うんで、うん、まあ、ちょっと同じタイミングでは来ないかもしれないですけど、結構ずらしたりパワーサカ、パワープロアプリサクスペちょっとなんか1周ずつぐらいずらしたりとか入れ替えたりとかしてるっぽい感じはあるので、まあ、ちょっとその辺のスケジュールの兼ね合いあると思うんですけど、はい、まあ、もうちょっともうそういう時期に差し掛かってますんで、まあ、意思はちょっと無理せず、まあ、弾ける人はまあガンガン弾いていいと思うけど、うん、まあ、ちょっとねその限られたところでやりくりする人は、うん、まあ、置いといていいんじゃないかなっていうふうに、はい、思います。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。では皆さん、いい日をお過ごしください。バイバイ。